はようございます、一ノ瀬はじめです。おはようございます。今日は土曜日、息子も娘も学校休み。あー、休みが悲劇。うん、大変だね。どうしよう。それではお茶いただきます。はい、どうぞ。 Google、 今日の天気は。今日の名古屋は予想最高気温18度、最低気温5度で晴れ時々曇りでしょう。現在気温9度、晴れです。なかなかすっきり晴れないね。ちょっとも言えないね。うん。晴れるよ。ASMR みたいに音をきれいに撮ろうと思ってたら、母ちゃんにやりにくいって怒られちゃった。そうそうそう。すごいやりにくいじゃない。だいたい油飛んだ、でもカメラってダメなんでしょ？いや、まあ吹いたらいい。あ、吹いたらいい、うん、望遠レンズで遠くから撮るか。ショットガンマイクと。はい、さっきはウインナー撮ってましたが、とりあえず、味噌汁いただきます。はい、大根の味噌汁。はい。発射ください。あ、はい、いつも忘れちゃうね、母ちゃん。母ちゃんがさっき焼いてくれたウインナー、いただきます。はい、どうぞ。午前中のお仕事終わりました。スズメもね、なんか元気よく泣いてるね。それでは、ランチいただきたいと思います。はい、母ちゃんがお昼ご飯になんかグツグツと湯を沸かしております。湯を沸かしております。今日はつけ麺ですよ。つけ麺、北の味わいつけ麺。はいはい、ちょっといつもと感じ違うね。そうそうそう、母ちゃんがつけ麺湯がいてくれたよ。湯がいたよ。この海苔がまたいいよね。手作り感がすごいね。ハサミで切った。そう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 、大きさバラバラ、すごいな。で、こっちがつけだれ。つけだれさ。お、ちゃんと具も入ってる。素晴らしい。うん、いいね。どうかだね。ね。はい、今ね、母ちゃんがお祈り切ってくれてます。お祈りってなんか変な感じ。うん、祈ってはいない。うん、おめっちゃこのね、海苔入れるとね、マジうまい。ね、チャーシューがまたね。うん、あ、ちゃ、何言ってんの。あ、ちょっと待って、違うことが、頭、違うことが出てきた。怖い。このお口怖い。チャーシューはでも美味しいよ。で、美味しいよね。うん、本日のお仕事終わりました。今日はね、土曜日なんで早めに仕事終わってね、今帰ってきて、もう3時なんでね、母ちゃんが買っておいてくれたこのベルギーチョコエクレアをいただきます。母ちゃんはね、子供たち連れてちょっと出かけてるみたいなので、一人で3時のやついただきます。すごいね、これ。中までチョコクリーム。美味しいわ。はい、母ちゃんが帰ってきました。帰ってきたらなんとこんなでかいね、ステーキが。広告の品。安くなっております。これが今日の晩ご飯。楽しみです。ね。はい、母ちゃんがポークステーキ焼いてくれました。ポークステーキ。まずは子供たちに小さく刻んでくれました。手前にはキャベツ。キャベツ。手切りですよ。手切りは美味しいね。ね。はい。母ちゃんが焼いてくれた僕の分のお肉です。それではいただきます。今日は俯瞰で撮ってますよ。俯瞰ね。うん、いいでしょこの感じ。めっちゃ揺れるけど。いただきます。こっちか、うん、こっちか。いただきます。うん、美味しい。美味しい、うん、やった。いつものソースがないのが残念。なんでだよね、近くのスーパーなくてね。うん、そう、ソースの棚だけに違うスーパー行く気力もなくて。ちゃんちゃん。ところで、父ちゃんのご飯は。あら、忘れてる。ご飯というもの忘れてる。うん、私はもう忘れてる。美味しい。うん、俯瞰で撮ると上下左右が分からなくなる。あ、そうです。さっきまでね、この MacBook Pro を使って、ライブ配信をね、してたんですけど、なぜライブ配信をしてたかというと、今日ね、Backspace FM のライブ配信の中で、松尾さんとね、ドリキンさんに、4月の28日にね、東京に来てね、ライブ配信をしてくれということで、急遽依頼があったので、ラップトップがね、もう今僕これしかないんですよ。エイリアンウェアはね、ちょっと奈良の方に嫁に行ってしまったので、今ね、ちょっとこれ買うか、ドリキンさんが使ってるね、エアロ 15GB から出てるね、あれを買うかって悩んでたんですけど、まあね、ちょっといろいろあって、まあこっちを買ってしまって、なぜこっちにしたかというと、こいつもね、
北海道行く前に買ったんですよね。これね。ちょうどね、これとこれ、二つ合わせて、エアロと同じくらいの値段だったので、予算的にね、どうしようかなっていう時に、エアロを諦めて、こちらにしました。まあ、とりあえずは、1080p のね、フルハイビジョンであれば、このね、MacBook Pro を使って、キャプチャーはね、この、アバーメディアの、BU110 っていうね、キャプチャーなんですけど、これと、あとはね、いつもライブ配信で使ってる、このね、アバメディアの GC553 っていうね、この二つのキャプチャーを使ってライブ配信を、とりあえずテストとしてね、試してみました。まあね、とりあえずは、多分回線の具合でね、ちょっとね、アップロードの帯域が悪かったんですけど、でね、こいつも使ってね、Wi-Fi だと心もとなかったので、有線 LAN を使ってライブ配信したんだけど、やっぱりちょっとね、カクカクしてましたね。そこがね、ネックなんだよね、ライブ配信ってね。回線環境に依存されてしまうので、で、あとの問題は、電源ですよ。まあ、今日ね、ちょっとここのスペースの加減上ね、充電もね、満足にできずにやったんですけど、で、あとこっちからね、要はキャプチャーボード、これと、まあ、これ違うな。この二つのキャプチャーボードにね、バスパワー、USB からね、電源を送らなきゃいけないんですよ。だから、そっちも含めて、バッテリーが減っていってしまうんですね。そこがね、今ちょっと問題で、MacBook Pro って、今このね、USB-C、サンダーボルトの端子がね、こう両サイド、二つずつ、合計四つあるんですけど、これね、両方合わせて、この、今ね、消費するのが、まあ、こいつ、例えばね、この、アバメディアの GC553、これを、まあ、C2C で繋いだとして、こっちのね、BU110 は、こっち繋いで、USB の 3.0 でいけるので、こっちに繋いで、で、これはね、こっち、ここにもね、USB-C のパワーデリバリー対応したね、充電可能な USB-C の口があるので、そこから充電できるんですけど、両方挿して2つ減りますよね。で、残り2つ残ってるんですよ。で、こいつからはもう1個ね、今ここにあるんですけど、ちょっとまだ映ってないけどね。タスカムのね、ミニスタジオ、こいつも使ってね、音はいろいろ撮って、ていける方が、都合がいいと思うので、これも使うと相当電力は食うと思うんですね。まあ、最悪このね、タスカムのミニスタジオはモバイルバッテリーでも動くので、それでもいいかなとは思ってるんですけど、荷物も増えるし、と思って、MacBook Pro にダブルで給電の USB-C、刺したらどうなるのか、ちょっと今から試していきたいと思います。はい、とりあえずね、充電で使うのはこちら。アンカーさんの、最近買ったね、北海道にも持ってた 60W の給電ができるパワーデリバリーに対応した充電器になります。これで、とりあえず、まあ、1本刺してみましょうか。はい、それではね、このチーロの USB-C2C で刺していきます。カチッと。はい、ポンって言って、ピントが来ねえな。はい、ちゃんと充電できておりますね。あれ?黒くなったぞ。これやばくねえか?はい、とりあえずね、今どれぐらいで充電できているのか見てみることにしましょう。これダメだね。30W だね。60W で全部トータルワット数あるはずなんだけど、パワーデリバリーの USB-C の充電に関しては、30W しか来てないですね。それではね、もう一本刺してみましょうか。こっち側、反対側にもね、刺してみました。基本これで充電するはずなんですが、両方刺した場合どうなるのか。それでは見てみましょう。これが現実です。30W で変わりませんね。
これの電源問題はそうするともう純正の充電器を持っていくしかないね。純正今のところねまだ未開封で使ってないんですけど、やっぱり純正の充電器が一番早そうですね。なんか納得いかないけどしょうがないね。とりあえずね純正で、行くしかないね。困ったな。はい、というわけでこの MacBook Pro で、充電問題解決は今のところしてないんですけど、またね機会があったら28日までにねこいつを使って MacBook Pro でねライブ配信していきたいと思ってますので、その時にね純正の、バッテリーを使って、バッテリーじゃない、純正の充電器を使って配信した時の、バッテリーの減り具合もねちゃんと確認しておかないと、当日ね結構長丁場になると思いますので、長丁場でやっぱ耐えられるのが今使ってる GH4 とこのね普段使ってる GH5 になりますので、今ね、こっちはね、基本常に AC アダプターにつないで、バッテリーレスで、直接ね、100V から電源取って動いてるんで、こっちのね、形は電源全く問題ないんですけど、こっちはね、バッテリー駆動なので、で、まあ、やるとすればですよ。いつものね、出張用の DC カプラーをつないで、この先にね、2万ミリアンペアのモバイルバッテリーをつなげばね、かなり長い時間いけると思いますので、この2台に関しては、問題ないかなと思います。あとは、3カメ目指したいんだけど、キャプチャーがないからな、問題はそこなんですよね。ウェブカム使うか。ウェブカムってこれ Mac で使えるやつあんのかな？僕が持ってんのは、ロジクールのやつなんだけど、こいつ でも、いけるのか？まあ、とりあえず、どうなんだろうな。このね、ここについてる、フェイスタイム用のカメラもね、まあ、720ですけど、使えるのは使えるんですけどね。まあ、それもね、今度試してみようかなとは思っております。それではね、今日はこんなところで終わりたいと思います。また、ライブ配信テストが何回かね、繰り返しやっていきますので、その時はお付き合いいただけるとありがたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。